やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。おはようございます。皆さん、ちょっと照りすぎてるわ。これ雨って聞いてたんだけど、何この天気。湘南の海をね、掃除していこうと思うんですけど、なんで今日に限ってこんな照ってるんだ。しかも梅雨の影響で湿気があるしな。はい、というわけで人がたくさん集まってもらいました。ここからゆっくり増えていくと思うんで、たくさん清掃していきましょう。で、袋が可燃ゴミと不燃ゴミで分かれんの、ゴミが。で、そこだけ気をつけて、はい、なんか燃えないものとか見つけたら燃えないもの持ってる人に渡して、はい、逆に受け取ってみたいなの繰り返してください。はいはい、梅雨の時期だからさ、めっちゃこの波が来るギリギリのところが汚いわ。こういうのこれ、ほらレンガみたいな、こんなもします。すげえこれ波引いてんじゃない。ほらえぐっ。でこういうところにもゴミがあるんですね。こういうね、これね。いいな、あんだけゾロゾロ行ってくれたらさ、綺麗になるべや。やばいな、あれやん。ほら。女フォローしよう、これ。大胆なやつだな。不燃ゴミの袋をお持ちの方、はいはい、どういう意図で。いやこれめっちゃ人来るピークだけど、ところどころに中継地点があって、そこにみんなゴミを収集していくから、こういうのがあるんだね途中に。はい、海岸清掃ボランティア、ゴミ収集集積場所、どうも。なんだ、どうも。なんてクワガタいた、救出したじゃん。助けたで、今から逃がす。逃がしてきて。なんでこっちに小型いいんだ。はい、じゃあもう一回ここギュッと集まってくださーい。ステッカー配りたいんだけど、あんまり個数がないんで、じゃんけんします。負けた人は座っていってください。まず負けた人座ります。最初はグー、じゃんけんぽい、チョキ。はい、負けは座れー。じゃあ勝ちの人に配っていくから。オッケー、最初上げ、じゃんけんぽい。おお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 お、あの木材の塊とかってマジ何なんだろうな。海から流れてきたから。ここら辺めっちゃ多いから。船をお持ちの方。たくさん拾っちゃって。ありがとうございます。これなんだ？発泡スチロールだ。あ、電気ありがとう。帽子まんまだ。燃え組。はいはいはい。何だねこれ。自販機なかったけど、みんな大丈夫か。ぶっ倒れんじゃねえか。ぶっ倒れそう、マジで。
なんかさ、甲子園球場とかにさ、あのビールとかくぐってるお姉さんいんじゃん。ああいう人一人やっておいたかったな。水分配り係。マジで暑い。今日は尋常じゃない。でも今日の人たちは、もうボランティアする気満々のやる気勢なんで、ちゃんとみんなゴミを拾ってくれてるんで。ハロウィンのとこに来ました。お、素晴らしい、偉い。マジで焼けるでや。もう真っ白になってもいいから塗らないと。Thank you.ああ、たまんねえ。うますぎる。ああ、すごい。不燃ゴミ。なんだ。不燃かな。なんかわからない。プラスチックの板。いやでも最初のやったオナホールを超えるものがないな。ライターしてる人めっちゃ多いんだね。ライターがめっちゃ多い。よし、行く。無限だな、マジで。拾いでね。いい感じ。いい感じ。いいね、カップがいいね。もうやめろ。ライター多すぎんだよな。ほら。カップがいいな。めっちゃ集めてくれてるし。釘は危なすぎんだ。こんなんがあるわけよ。これもう使っちゃって、角材とかもこん中バンバン入れちゃってって感じで。ネギです。ネギ。どうも。いいじゃん。バカでかすぎじゃん。これ。さあやるぞ。はい。用品のゴミがいっぱい入ってる。何これ、こんなん捨てんなよ。タップの中にさ、なんか針が入ってるのよ。全部詰まってる。こうやってありがとう。お願いします。どこが申請範囲なの。ね、あの緩やかにカーブしていってるところあるじゃないですか。あ、じゃあ見せてあげて、配信で。海岸線が緩やかにカーブしてるところのカーブが4分の3終わったところあたり。いや、行かねえよ。行くか。そんなすごい。いや、まあ16時までみんな歩けるかどうか怪しい。うん。休憩するポイントがなさすぎるから、炎天下の中、日差しにさらされながらずっと作業してるから、ぶっ倒れちゃいそう。こういうのもどうにかしたいけどね。こういうのに力足らずでな。でも俺がこういうのに興味持ち始めたのは、これ大和の先生なんだよ。どっかの地震が起きた時に、大和の先生がツイッターかなんかで、5万円ぐらい募金しましたみたいなツイート見て、俺もそこで人生初めて募金したんだよね。その時初めて5000円ぐらい募金して、気持ちよかったから、こういうことするようになった。木炭だね。木炭これ自然に帰らないんでね。これはゴミ。ゴミだな。これはゴミかな。子供いるけど今の違いますか。うわ、違くないかも。ちょっと待って。そうかな。いや、ワンチャン。あの子のかもしれない。やばいっすよね、うん、君たちのか。ごめんね、またね。ごめんね、ありがとう。バイバイ。危なかったな。よく気づいたら、なんとか許してもらいました。
角材がすげえか。よく、素晴らしいよ、お前ら。これで2キロ歩いたのか、お前。マジで喧嘩してた。いや、今日、くずはくんの配信5時まで見ちゃった。体力が。オーケー。到着だ。はい、どんどん置いてください。ある程度は分別してほしい。はい。これぐらいのゴミが集まりました。海開き前なのにこんだけあったんでね。で、こっちも角材が。角材は途中から集め出したんで、まだもっとあったと思うけど。で、これを置いとくわけだ。あ、シールをね。よし。集合してきたかな。みんなさ、みんなさ、ボールゴミがないのさ。あ、それ持ってっちゃって。いいね。いいね。わあ。家の鍵だね。家の鍵。ここ番号写しちゃったらあれだけど。お。帰り警察に。うん。これなんだ。これなんだ。座る腰の負担減らすみたいな。それぐらいのやつか。今日もいいよ。はい。オッケー。これも拾いたいね。ちょっと力自信あるやつ。男子誰でもいいよ。じゃあ、じゃあ、あれはちょっと分けてもらってよし。友達と一緒に分けてもらって。よし。なんこれ。これか、熱だ。もらっていい？はい。頼むよ。よし。えい、かっこいい。頑張りな。よっしゃ。うわ、じゃあ。はい。OK! 重いな。重いよ。重ねよ、下に。はい。首気をつけんだよ、それ。やばいよ、これ、ほら、来て。やばいよ。こういうのもさ、YouTube でさ、ウミガメとかにへばりついてるの見たことない？ああいう動画も感化されるよね。やってきてるな。これ、かっこいいですけど。よいしょ。めっちゃ落ちてんのよ、ゴミが。OK、ここまで掃除したら、一回登ります。あそこがゴールだと思う。行っちゃっていいよ。そこの休憩スポットで終わりです。相当ゴミ集めたんじゃないか、この人数。あ、はい。肩が痛い。袋が破れた。いや、全部一緒。全部ここです。一回角材最初置いちゃって。おー。おー。すげえ量だ。はい、完了。
はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。あと11時から集まってここまで5キロぐらい歩きました。たくさんゴミを集められたと思います。ありがとうございます。どうぞ、どうぞ、勝手にしてください。今日はありがとうございました。よーっ、お疲れ様です。お疲れ様でした。前からやってみたかった、ボランティア会でございました。これ今見えてるかな。俺たちが最初いたのが、これ見えるかな、ちょっと待ってね。この今ど真ん中にある海小屋のところから来ました。ぐわーっとここまで。ありがとうございました。というわけでボランティア会はね、また継続的にやっていこうと思うんで、また参加してくれたら嬉しいです。参加してくれた方はとりあえずありがとうございました。すごくすごく助かりました。というわけで今日のスタンディジャパンの配信は終わり。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。